はい、本日はですね、こちらアークテリクスのショーツをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、アークテリクスのショーツね、めちゃくちゃ要望多かったんですよ。あ、もうショーツ紹介して、ショーツ紹介してって、いつも紹介してるような、このノースフェイスとかパタゴニアも分かったから、アークテリクスが見たいんやって言われてたんですけど、お待たせしました。そのアークテリクスですよ、ということでね、こちらご紹介させていただきたいなと思います。で、同じくね、今年発売されたばっかりのガンマ SL って、これ長ズボンタイプとね、やっぱりちょっと似てる部分って若干あったりするんですよね。生地の質感とかっていうのもね、似てたりするし、あと機能的にも若干似てたりするところもありますので、そんなところをご紹介していこうということで、本日の流れとしてはですね、まずはこちら着用していきます。サイズ感とかも言いながら着用していって、でその次にこのショーツの特徴、このアークのパンツはこれが特徴的ですわっていうところをお話しさせてもらって、次にお値段ね、価格をいきたいなと思いまして、その後デメリットでおすすめの人という形で終わりたいなと思いますので、まずはね、着用していきたいなと思います。ちょっともう人気でね、カラーが今このカラーしか残ってなかったので、もうブラックとかは売り切れちゃったみたいなんでね、まずこれを履いていきたいなと思います。ではですね、下見ていただきましょう。ズドンということでね、はい、こんな感じで履いてみました。ちなみにサイズ感としてはですね、こちらが M サイズです。アークテリクスの M サイズって、まあ日本規格でいうところの L ぐらいっていう感じで思ってもらったらいいと思うんですけど、ちょっとね、ウエストとかも余裕はね、あるかなっていうことで、もう一個下でもね、僕は良かったかもしれないんですけども、こういったサイズ感になってます。まあ身長178センチ、体重70キロで、まあ最近パタゴニアやったら、ね、バギーズショーツは僕は S サイズが適正サイズで、ノースフェイスの方やったら L サイズが適正サイズっていうぐらいの感じで、僕で言うとアークの M サイズはちょっと大きいかなと。別に S でもいいし、まあ M でもいけんことはないかなっていうようなね、スタイルとは思います。ただこれに関してはね、なんで S でもいけるんかっていうのはね、後々喋ってはいくんですけども、これあんまりね、サイズは上げんでもいいと思います。どっちかって別に下げてもいいぐらいな感じだと思うんでね。これがね、シルエットです。ちょっと長めの大人的な感じのショーツになってるんじゃないかなということが第一印象から伺いますと。で、じゃあ次、分かりました、次特徴じゃ言っていってくださいよと、そういったお話になると思うんですけどもね、特徴としてはまず見てください。こちらですね、アークテリクスのパンツっていつもそうなんやけども、とにかくストレッチ性が効くんですよ。いやいやいや、アウトドアブランドって他も効きますやんと思うじゃないですか。残念、そんなことありません。ノースフェイス、これバーストタイプは一切ストレッチ効きませんし、パタゴニアのこの名作バギーショーツも一切ストレッチは効きません。でも物によったらね、効くやつもあったりはするんやけども、アークはね、長ズボンの時もそうだったけど、これもストレッチ性一番効いてたんですよ。それとね、同様かその同じぐらいやったと思いますけども、ちょっとポリウレタンの配合書いてないね、わかりませんね、ちょっとわからないけども、とにかくね、ストレッチが効くんですよ。で、ただストレッチが効くわけじゃなくて、4方向に対してのストレッチなんですよ。横にももちろん行くし、前にもビヨーンって伸びてくるし、斜めにもビヨーンって伸びてくるし、もういろんなところにこう伸びるんですよ。なのでサイズを多少下げたとしても、こう負荷かからないんですよね。ただこういった伸びないパンツってサイズ間違えちゃうともう終わりなんですよ。めちゃくちゃ履きづらいやないかと、苦しいやないかってなるんですけど、これに関してはウエストもこうやってゴムやし、でこの辺の生地に関してもお尻周りも全部ストレッチが効いてるんで、まあ、あえてサイズ感をね、上げる必要はないんじゃないかなと思います。あ、ちなみにね、ポケットはね、こんな感じでメッシュ素材で、左側はポケット1個だけなんやけども、右側に関してはポケット2つあるんですよ。こういった大きいポケットと、あともう1個ね、この手前にね、ちっちゃいポケットがあるんですよ。親指入れるようなんかなぐらいのね、ちっちゃいエアポッツとか入るかな、わからんけど、まあ、こんなもんのね、ちっちゃいポケットもあって、まあ、大きいポケットもあると。よくGパンとかでもあるじゃないですか、コインポケットって言ってね、ポケットの中にちっちゃいポケットがあったりするんだけど、でそれが右側だけあるというような感じで、あとこれ変わってるのがね、右のお尻のところにね、縦にジップあるんですよ。これ何ですかと、これ分かる方教えてください。ポケットの後ろか、だからもうおけつのとこぐらいにね、縦にね、ジップあるんですけどね、これ何するやつなんですかっていつも分からへんねんけども、このガンマ LT の時はね、この膝のとこにポケットで、これ何のポケットかよく分からないって言ったら、次はね、ショーツになったらね、このケツのとこに縦にあるんですよ。これ何か分からない言いながらね、終わっていきたいなと思うんですけどもね、そういった形になっております。そしてゴムのとこもやっぱ洒落てますよね。こんな感じ、なんかアークテリクスでしかね、見えひんようなね、このゴムの出てるような感じになってて、普通っていうと大体はこんな感じじゃないですか、まあ、これ相場ですよね。大体小学校の時のね、水着なんかもこんな感じであったでしょ。まあ大体相場これなんやけども、アークってこういう細かいところがいちいちおしゃれなんですよ。いい意味でね、いちいちおしゃれになってるから、まあ、この辺はアークテリクスらしいなと思うんですが、細部までこだわられてるなというようなね、印象があります。でもやっぱポリエウレタンがね、 13% も入ってるから、やっぱ伸びますね。めちゃくちゃ伸びる、どうやっても伸びるっていう感じなんやけども、履き心地はそれは間違いなくいいでしょうと。で次の特徴としては何かというとね、ショーツではちょっと珍しいんやけども、撥水の加工をしてるんですよ。で撥水の加工って何っていうと、水とかね、こうやってピャーってかけたりとしても撥水されてますよと。組み立てくださいね、パーってやった時にパラパラパラって撥水されてるんですよね。こういった加工
行がちゃんとされてますよということなんですが、あくまでもこれに関しては水陸両用ではないんですよね。だからあくまで街用とかそのランニング用として出されてるので、濡れちゃったらまずいものなのであえて撥水の加工をしてる。だけどこういったね、あの水陸両用のやつでも濡れても大丈夫やから別に加工なんかする必要ないんですよ。もうこれ濡れてもええもんやっていう感じだけども、このアークのパンツに関してはね、まあ、濡れるタイプのものじゃないので一応撥水のね、あの濡れた赤色の加工はしてますけども、まあ、こんなもね洗えば洗うだけどんどん落ちていくんでいずれはなくなっちゃうんですけど、まあ、そういった形になってるということで、とにかくストレッチ性があるのと、まあ、撥水の加工がついてるのが、まあ、このアークのショーツっぽいよねと、水陸両用じゃないところがねアークっぽいよねっていうことになってて、じゃあ次デメリットに行く前にまず値段いきましょう。お値段がですね、こちらがショーツにしては少し割高ということで、こちら 12,100円ということで、まあ、1万円ちょっとオーバー、1万1000円の消費税ということで、他のブランドに比べると少し高めのね設定になってるかなということなんですが、次はじゃあデメリットとは言いながら、このパンツどこが微妙なのかというと、撥水の加工でね、水に強いって初心者思うじゃないですか。普通にパッと見たら、あ、水走ってくれたらめっちゃいいやんってなるんやけども、結局そんな加工ってなくなるでしょ。でもなくなっちゃったらね、ただのトレーニングパンツになっちゃうから、そう考えるとね、これも水陸両用にしたいええのになって思うんですけども、やっぱそういった加工をつける分だけ値段もね上がってくるんで、もう水陸両用で割り切っちゃってライナーとかこうつけちゃってね、もっと実用的っていうか使う場面も限られてこないんだけども、これちょっと使う場面が限られてるやなっていうのがね印象としてあります。皆さん今下見てもらったらね、ちょっと僕あのパン1なんでちょっと見せれないんですけども、こうやって履いてみた時にやっぱりアウトドアブランドやからね、こう水回りにね、対応できるっていうところにねしてもよかったんちゃうかなと思ったりするんですけども、まあ、街中でしか履かへんっていうのであれば全然問題ないかなと思います。あとランニングするとかそういう動くっていうことを考えるとね全然いいんですけど、水回りとかでねよく作業っていうか活動される方はちょっともしかしたらこの撥水だけじゃ物足りひんかなっていう印象はねあるんですけども、じゃあ次おすすめの人、どんな人がおすすめなんかというと、やっぱりこのねストレッチ性めちゃくちゃ楽なんですよね。なのでさっきその外では測れへんっていうか外の活動着じゃないかもしれんって言ったけども、ちょっと家でゴロゴロするっていう時なんかも使えるし、旅行の時とかやったらもうこれをパジャマ代わりにしてそれ履いた状態のまま旅行の観光もするっていうのがね、これはできると思います。っていうのもパタゴニアとかでもね同じようにそういう使い方できるんだけども、ちょっとね生地が硬い分こう足思いっきり上げたりしたらちょっと引っかかるんですよね。それがないんでね、これはほんまに日常着からあとはランニングとか動く時足を上げたりとかよく動く時とかこう体勢をいろいろ変える時とかこううってつけのパンツになるんちゃうかなと思います。で乾きとかもねそこまでポリエステルと変わらないんで、まあ速乾性もあるとは思います。こっちのあのパタゴニアとかノースフェイスのバーサタルショーツとかもね、まあポリとかナイロンなんで同じようにね速乾性あるんで、このアークのショーツもね速乾性は全然あると思いますので、旅行なんかでもね使えると思うんですが、やっぱりこれ気になりますよね。このケツのとこにある縦のポケットこれ何っていうふうに思うんやけども、これ分かる人いったら教えてください。ちょっと僕は分からないですけどもね。はい、ということでアークテリクスのショーツをレビューしてみたんですけども、やっぱり各ブランドもそれぞれ用途を分けて出してるんで、このパンツはこの人に向いてるけどこのパンツはこっちの人の方が向いてるなとかっていうのもね、まあ、今回アークの買ってみることで人気アウトドア3大ブランドがね、あ、こうなってるんかっていうことが分かりましたので、またそんな比較動画もね作ろうと思っておりますが、今日はねこの辺で終わりたいなと思います。ということで本日はですね、アークテリクスのショーツを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。